やわけチャンネル、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、やわしーです。今日は愛知県立一宮西高等学校の、高校情報皆さんにお伝えしたいと思います。まあ高校情報といっても定員、倍率、アクセス、進学実績で、あとは偏差値、内申点で、あと制服だったり、まあ部活の情報もね、この動画を見ていただければ見られるかなとは思いますが、まあ、実際学校の雰囲気だったり、ね、部活動の、まあ、仲の良さとかそういったところは実際行ってみないとね、分からないと思いますので、あくまで数字上のね、高校の情報だと思って聞いていただければと。なので数字上の情報はここの動画をね見ていただければ全て、ご覧いただけるかなと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。それではやっていきましょう。愛知県、一宮西高校と、まず定員320人ですね。定員320人で、倍率に関しては 1.3 倍という形で、まあ基本は地元の方が、通われている高校さんになります。はい。で、偏差値に関しては67っていう形なのでだいぶ高いですね。はい。なので、しっかりね、勉強をしていかないと、まあ受からないかなと思います。はい。で、内申点に関しては38ぐらいないときついかなと思います。まあ39とかね、38ないときついかなと。はい。まあこれより低い方はね、当日点をある程度取らないと、合格できないかなとは思います。はい。じゃあアクセスに関しては双子駅という駅から徒歩6分という立地にあります。じゃあ、今ですね地図出させてもらいますので、そちらをご確認ください。はい。ここにありますね。はい。じゃあ続いてですね、制服の方出させてもらいますね。はい。こういった制服になります。じゃあ、続いて進学実績の方見ていきましょう。進学実績、明大32名、阪大2名、北大2名、まあ旧帝大がね、まあこの他にもね、見えますので37名ね、見えますが、まあ、あと横国が1名、愛教大が26名と、国公立にもね、だいぶ合格させている高校さんだと思います。で、まあ南山名城とかで、まあ、290とかね、合格させてますが、はい。南山とか、まあその名城クラスであれば、まあ普通に合格できますよと。この高校さん行けば普通に合格できますよと。で、B ランク A ランクとかのね、大学さんであれば、まあこの感じからだとどうですかね、まあ学年順位30位とかね、ないと、まあ、きついかなっていうところですかね。はい。そうすると立命館43名、同志社26名、慶応2名、法政1名とね、この中でかぶっている方も見えますので、ね、一概には言えないですが、大体学年順位30番以内に、ね、入れれば、A ランク B ランクのね、大学さんには合格できるのかなと思います。はい。じゃあ、続いてですね、一宮西高校にある、部活ですねを見ていただきます。はい。こういった、部活があります。じゃあ、今回の、一宮西高校のね、情報に関しては以上になりますので、また次回、いろんな高校の、情報とかも流していきますので、そちらの動画も ご活用いただきながら、他の、勉強動画だったりとか、ね、我々の受験動画とかも作ってますので、そちらの方も、ぜひご活用ください。それでは失礼いたします。